今日のタイトルが男女格差の原因は差別ではなく母親という表現をしたんですけど、働いてる人の母親が原因というわけではありません。はい。あの、まあ、まあ、男女格差で、その、えっと、男の人と女の人で、普通の男女のその給料の平均を比較すると、女性の方が低いよねっていうのは、割と先進国よく出るんですよ。んで、それがなんでなんだろうっていうので、で、まあ、差別なんじゃねえかと。 なんで男はなぜか給料高くて、女は給料低いという差別があるのではないかというのが結構世の中言われてたんですよ。働いてない人ほど結構それ言ってて、で働いてる人でそれ言ってる人あんまり聞いたことなかったんですよ。で、なんでかっていうと、じゃあ同じ仕事してて女性の方が給料低いよねとか、男性の方がやけに給料高いよねとかって、あんまり見たことないんですよね、現場で。管理職の方が、男性の方が出世 多少はあるんですけどあの、職能によっての給料の違いっていうのはあるんですけど、でもまあ、そこまでじゃあ、平均差が出るほどなるのかっていうと、別にそんなに差はないよねっていうふうに割と思われてたんですよ、その働いてる人側から見るとね。で、じゃあ、何なんだろうっていうので、ただ、男女で平均取ると、やっぱり女性の方が圧倒的に少ないんですよ。 で、じゃあなぜなのかっていうのが、あの、最近、あの、ノーベル経済学賞を取った先生が、そこの謎を突き合てたんですよ。要するに、あの、男の人と女の人で給料の差があるのではなく、ガチフルワーカーと子供を持つ母親で給料の差が出るんですよ。まあ、当然なんですけど、例えば、あの、子供のいるシングルマザーですってなると、フルタイムで働けないので、じゃあパートで働きますとか、 で、もしくはそのなんか、じゃあ、残業も気にせず働きます。広告代理店でバリバリやりますっていう女性の人が結婚を生んだ時に定時で帰ります。っていうので、9時ごちで働く女性と、フルタイム残業入りで働く女性っていうので、その、キャリアを積み重ねる女性と、子育てを始まる女性で、その、給料が違うよねっていうのが、あの、平均するとそれ、重ねて計算しちゃうので、そこがごっちゃになってたんですよ。 普通に説明すると、もうそりゃそうだろうって話なんですよ。もうあの、パートで働く人とフルタイムで働く人、給料違うよね。なので、これって男女差ではなくて、実は、そのフルタイムワーカーの女性と子育てをしてる女性の差の問題だったんですよ。なので、母親になった女性というのは、給料が下がります。で、母親にならなかった女性というのは、男性と同じ給料をもらいますっていう、あの、ご、ごく当たり前の話だったんですよ。で、ただ、ごく当たり前の話が、 その母親になった女性と母親にならなかった女性という形で区分けして計算をしなくてみんなごっちゃにして女性、男性っていう枠で計算しちゃったのでなぜ女性の給料が少ないんだろうっていう話になってたって話なんですね。 で、よくその今でもの働いてない女性のなんかあのフェミニズム派の人が、その男女の給料の差があって、それは女性差別によるものなんだ。だから女性は差別されてるんだから、なんかレディースデーとかでも優遇されるべきだ、みたいなこと言ってるんですけど、現実の問題でいくと、母親の給料は低い。だからそれは確かに待遇としてよくない。でも普通に働いてる人は男性と同じ給料もらってるんだから、じゃあ普通に働いてる女性はレディースデーいらねえんじゃねえのみたいな話になっちゃうんですよ。 なので、そこの,あの現実、実は起きていた問題というのは、女性内格差の問題で、男女差別ではなかったということなんですよ、ね、とはいえ、なぜそのあの母親がそこまで苦労してしまうのかっていうのが、結局、文化の問題に行き着いてしまうんですけど。 フランスの場合は男女平等にしようねっていうのがガチで行き着いてしまってるので、なので、あの、基本的にはその子育ても男女平等でやるっていうのが結構当たり前に行われてるんですよ。まあもちろん、あの、家庭によってはそのイスラム系の人とか、あの、アジア系の人とかで、その父親名もしねっていう家庭はあるんですけど、まあフランスの文化の場合は別にじゃあ子育てですとか、じゃあ子供は朝幼稚園に送り迎えしますっていうのも、じゃあ,あの、こう一日交代ですとかだったり、割とその平等に行われているのですが、あの、何かあった時に、 気を使う割合は女性の方が高くなるんですよ。だから例えば子供が熱が出そうな状況ですっていう時に母親は相対しがちなんですよ。いつもであればじゃあ学校終わった後になんかその子供が遊びに行ってんで帰ってくるからまあ4時ぐらいに家帰ればいいよねという状態だとしますと。でも母親の場合は子供が何かあるかもしれないから5時に早めに帰っておこうという選択をするんですよ。 で、男性はしないんですよ。<laughs> なんか、いや、なんかあったら連絡来るっしょ、みたいな。連絡来たら戻ればいいっしょ、みたいな。で、例えばじゃあ、子供が熱を出しましたっていう時に、まあでも別にあの、50まで一人で寝れてられるでしょう、みたいな。まあ中学生ぐらいの例えば子供になった時に、別に一人で寝るだけなんだから家でよくねっていうのが、そう、勝手に寝てればっていうのが父親で、母親の場合は、会社を休んで、子供の看病をしたりするんですよ。 で、これって、その、男女平等でどっちがやってもいいよね、なんですけど、男性側は、いや、別にそれ、俺やんなくても大丈夫でしょ別に一人で寝てるだけでしょもう病院も行ったし、別に寝るだけなんだから、俺、いなくてもいいでしょでも、母親の方が割とそれを気にしてしまうっていうのがあって、 で、これは別にどっちがその業務として持つべきかっていうと、別に子供の看病ってやらなくてもいいでしょって考える父親と、いやいややるべきでしょっていうのを考える母親で、じゃあ母親の人がやりたいのでしたらご自由にどうぞになっちゃうんですよ。父親やる必要ないと思ってるから。っていうので、その文化の差と考えの差もあって、女性の方が負担が多いんですよ、ヨーロッパは。あの、ヨーロッパってか、あの、フランスなんですけど。 で、日本の場合だと、その、専業主婦といば、れる職業で、母親が、まあ、その、子育てとか、生活をして、父親働くって分かれてるので、なので、専業主婦で、こういう負担があるっていうでも別に、あの、みんな、あ、そうなんだね、専業主婦なんだよね、ふーんって終わるんですけど、フランスの場合だと、父親働きます。母親働きません。え、なんで母親働かないのあなたの家の家庭の女性は、怠け者なのみたいな風に見えちゃうんですよ。なので、それは良くないよね。 なので働きますってなると、働くんですけど、子供がなんかあったら、結局はその働くのをセーブしなければならない。もしくは、その、自分の睡眠時間を削ってでも子供のお世話をして働くっていうのをやらなきゃいけないっていうのがあって、あの、なんか男女平等フランスいいよね、みたいなことを割とその日本に住んでて言いがちなんですけど、むしろフランスの女性の方がきついんじゃねっていうふうに僕は思うんですけど、はい。パリで行くと、結婚してる女性で専業主婦の人って確か9%とかしかいないんですよね。レアな職業なんですよね。専業主婦って。